先日までの凍てつくような寒さはどこに行ったんだっていうぐらい、最近暖かくなってきまして、なのでちょっと春服を買いに行こうかななんて急遽思いまして、で仕事帰りに自分の家に帰る途中までにある服屋さんに行ったんですね。でそこ本当にたまたま思いつきで、もうあったかくなってきたから春服そろそろ買おうかなで行ったから、その服を意識して何着てこうとか、その服屋さんに行くって想定してなかったからの服装で行ったんですよ。でそしたらもう予想外の、やっぱ上下同じブランドで同じお店に行くっていうその やつをやっちゃって、うわやっちまったって、この入り口入ってからちょっと進んでから気づいちゃって、アルコールのシュッとかやった後にうわやばいって思って、でもそこまで行ったら、いや帰るのもなんか恥ずかしいしどうしようかなって思ってたんですけど、奥の方にめちゃめちゃちょうどいい、本当に僕がちょうど欲しかった春先に着れそうなブルゾンとかが置いてあって、うわめっちゃあれ気になるわって思って、で作戦を立てようって思って、もうここで今自分が着てる上着を脱ぎます。でそしたらもうそのまま一直線にあそこをブルゾンの元まで駆け寄って、でもう自分の手元に服はもう脱いで置いてあるわけだから、でカバンももう同じく脱いじゃって、でその2つを抱えながらブルゾンの元まで行って、その2つを近くの椅子とかに置いて、でもうね上着なんでわざわざその試着室とか行かなくていいじゃないですか。もう店員さんに見つかったらもう絶対に「あこいつうちのめちゃくちゃファンじゃん、ププ」って言われちゃうんで、だ絶対にバレるもんかって声かけられる前に絶対に終わらせてやるって思って、でその作戦立てて。でも上着脱いでリュックも脱いで脇に抱えて早歩きでエアポッツもピッてして、絶対に話しかける内容オーラも出しつつ早歩きでブルゾンの元まで行ったんですよ。でなんとか誰にも話しかけられずにこう袖も通せて、そのブルゾンので、あよしサイズもいい感じだし、で保温性というかもうそんなにあったかくなくて春にぴったりだぞと思ったんで、よしもうこれ行こうって思って、もうさっとレジまで駆け込めて、でその途中にも誰にも話しかけられずに、ちなみにもうその作戦立てるのもう0.1秒ぐらいでしたから、この長い構造一瞬のね間によく漫画であるやつぐらいのレベルで頭が働いたんですけど、で無事レジまでたどり着いて、店員さんとその、お会計もして済まして、でありがとうございましたってなったんですけど、もうここでよまさかのトラップ、そのシャツかわいいっすねって言われたんですよ、何の気もなしに店員さんに。でもこれってどっちだって思って、だって僕のこのシャツって オタクのブランドだから それって要するに、いつもお世話になってますとかを求めて、もうだからバレててそれを求められてんのか、それとも本当にね一瞬ここに来て見ただけだから何にも気づかずに、なんかその他にこの話すこともないし、気を使って店員さんとしての心遣いで僕に話しかけるためのワードとしてポッと出たものなのかみたいな思ったんですけど、もう僕もさすがにちょっとその瞬間慌てちゃって、ありがとうございます、可愛いですよねみたいな、ちょっと無難な 返事をしてしまったんですよ。で普通にお会計も終わってありがとうございました。でお店よく袋持ってお買い上げした袋を持ってこうお店の前まで来てくれるじゃないですか。でそれで、じゃあ店の前まで持っていきますって言ってくださったんで、じゃあすいませんありがとうございますっつって、店の前まで行って、よしミッションコンプリートっつって、もう誰にも気づかれずに上下同じブランドで同じ服屋で買ってやったぜって思ったら、その店員さんが最後に「いつもご利用ありがとうございます」って
怖い。はい、皆さんも春先の服をお買い物の際にはお気をつけください。小林千秋のブルーモノローグ。いやー怖いですね本当に。はい、というわけで小林千秋です。この番組はですね、冒険のような日常も自由気ままな休日も僕が感じたモノローグのような心の内をあなたと共有していく番組です。いや本当にびっくりしました。だからもう僕自身も本当にもう服を買うときはでも大体もうそのパターンでしか買ってないんですよね最近僕。その昔はなんかそのお店行く日はもうお店に行こうとかなんとなく決めて、まあ他にももちろんいろんな用事がある中で、まあこの日はその仕事もないし服買いに行こうみたいな感じだったんですけど、もう最近はわざわざその買い物のための日みたいのはもう用意するのも億劫なので、まあ、仕事帰りにここ寄るからじゃあここのスタジオの近くにあるここに寄ろうみたいな感じでやってたのが迂闊でしたね。まあ、なので今後はその服を買いに行くスケジューリングというかそういうもんちょっと一個ちょっとマネージャーにねお願いしたいですよね。僕この日服買いに行くからちょっとリマインドお願いねってここ行くからって本当に頼みますよ。皆さんはね本当どうなんですかね。やっぱメルカリとかゾゾタウンとかやっぱネットショッピングねこのコロナ禍ですから多いのかなとか思いますけれども、まあそんな話もねマンスリーテーマとかでもしていいかもしれないですね。気になるルールシェアとかでも、そんなわけで実況や感想はハッシュタグブルログをつけてツイートしてください。それでは小林千秋のブルーモノローグ最後までよろしくお願いします。小林千秋のブルーモノローグ。小林千秋です。本日3月10日はですねなんと砂糖の日らしいですね。砂糖は僕はもう今全く取ってないですね。もう今ちょうどなんだろう減量期じゃないですけど今ストイック期って自分で呼んでて、なんかね自分の中でねあ絞んなきゃっていう時になると砂糖立ちをまずするんですけど、まあだからそれで言うともう未だにエナドリ立ちしてますからね。はい、皆さんのえらいメール待ってますから、はい、褒めてほしい。こんなに立ってんのにって、まあ、そんなわけで、まあ、砂糖の日らしいですから、でもねこんな日ぐらいは、まあ、砂糖取ってもいいのかなと思いますけども、砂糖菓子なんですかね。まあでもアイスもそうですけど、あのフルーツサンドとかも僕好きですし、焼き菓子だとフィナンシェがすごく好きだったりするので、甘いもの自体はねすごく好きなので、まあ、この減量期が終わったら土着そに食べようかなと思っております。まあ砂糖はそうですね、コーヒーには全く入れないですね。まあでもこれはだからカフェインが欲しいだけなんで味とかじゃないんです。入れた方が美味しいのかもしれないですけど、あのカフェインが摂取したいだけなので、ちょっとそこは情報によると日本人はブラックを好む人が多いんですけど、ブラックコーヒーを飲む人の数は海外と比べて日本が飛び抜けて多いって。まあでもね意外と僕の周りでは普通にカフェラテとか桜ラテとかね、最近だ桜のやつとかねめちゃめちゃ飲みたいなとも思うんですけどね。どうなんですらどうなんですらってなってスライムの一面が出てしまいましたね、すいません、うん。まあ、そんなわけでね、急遽ちょっと普通オタ会を実施しようかなと思いまして、まあ結構ね普通オタがありがたいことにたくさん送っていただいているということで、まあそれにちょっとね関していっぱい読んでいこうかなと思います。じゃあ まずは僕に関するその作品の絡みで、あここ行ったよとかが結構来たので、それをちょっと触れていこうかなと思います。ラジオネームサッキーさんからいただきました、ありがとうございます。千秋くん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは、いつも楽しく拝聴しております、ありがとうございます。本日 SK8 エキシビションに行ってきました。おお、ありがとうございます。
アニメの原画やキャラの初期設定、絵コンテなどなど、たくさんアニメの裏側を覗くことができて最高に幸せですごく楽しかったです。また個人的な話なのですが、ランダムグッズを購入したところ、ランガを地引きできてとても嬉しかったです。またアニメを見返したいと思います。ありがとうございます。まあ、そうなんですよね。東京だと、東京と確か大阪でもやるんですけど、東京だと空町で開催されてるらしくて、ちょっとね、僕は仕事の都合上でまあ行けなかったというかなんですけど、まあすごくなんか楽しい祭典があったらしくて、まあ、本当にね、この宇都宮監督っていうね、監督の思いが本当にすごく詰まってて、で他の周りのスタッフさんとか、まあ、声優キャストも本当みんながその監督の思い描くものを実現させようっていう原動力で、監督が楽しいと思うものを俺らも協力して作ろうみたいな感じで作ったので、このコロナ禍に始まった作品でしたけど、すごい一致団結して一丸となってみんなで作り上げたみたいな作品なので、僕の中でもすごく思い入れの大きい作品なので、すごく行きたかったんですけど、まあでもこういうね、感想が来てきたり、あとまあ共演者のね、その畑中タスクくんだったり、まあ、長塚さんだったりが、まあ、言ってるところを見て、ちょっとねそのエッセンスをもらってるっていうのだけでもね嬉しいんですけど、まあ、そんな中で写真も一緒に添付してくださったんで、まあ僕の演じる長谷川ランガというキャラクターがいるんですけど、まあ、そのランガが、まあ、これはエキシビジョン限定イラストですかね。でこのスケボーに乗ってオーリーしてるところ、空中を舞っているランガの、これはアクスタかなとか、またブロマイドね。いやランガさ、このアイス食べてるの多いんですよね。僕シンパシー感じるな。ありがとうございます。まだね、ぜひぜひSK8 見たことないよって方は見ていただければなと思います。ありがとうございます。続きまして、あ、これですね、先日幽谷のモリアーティ の OVA イベントがあったんですけど、まあ、それに関するメールが結構来て、まあ、それをちょっとじゃあ読んでいこうかなと思います。ミキさんからいただきました。ありがとうございます。千秋さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日幽谷のモリアーティの先行 OVA 上映会に参加させていただきました。ありがとうございます。皆さんとても素敵な衣装で、水色のスーツとメガネがとてもお似合いでした。これは僕ですかね。はい。アフレコもトークも OVA もどれも最高で盛りだくさんで本当に幸せな時間でした。4月の発売日がますます楽しみです。出演されている皆様のユーモリへの愛がひしひしと伝わってきて、この作品に出会えて本当に良かったと思いました。初めてイベントで会いに行けて嬉しかったです。あ、初めてなんですね。これからもお体に気をつけてお仕事頑張ってください。ありがとうございます。そうなんです。まあ僕が去年、まあさらに言えば一昨年も、まあ幽谷のモリアーティっていう作品に関わらせていただいてたんですけど、まあそれがもう本アニメ本編は去年終わっちゃったんですけど、それの OVA がね出るということになって、でしかも OVA が2本仕立てなんですけど、その1本目のなんか温泉街でのちょっとした事件が起きる、まあ、幽谷のモリアーティってわからない方向けに言うと、まあちょっと19世紀のロンドンが舞台になってて、まあ、そのモリアーティとねホームズって、まあ実際ねそのありますけど、原作というかコナン・ドイルの小説でもに登場する作品のキャラクターを、まあちょっと現代ナイズとされたような感じの内容で、でもすごく重厚なミステリーとサスペンスとが、まあ、混ざってる素晴らしい作品なんですけど、まあ、それのアニメの僕はルイス・ジェームズ・モリアーティっていうモリアーティ家が、てかモリアーティが実は3人兄弟だったらどうするみたいな面白い設定で、そこの僕は三男坊をやらせていただいてるんですけど、前置きは置いといて、まあ、そういう作品があって、それの OVA が2本仕立てであるんですけど、その1本目の温泉街での話のそのね、なんか案というか、なんかその僕が一番最初そのアニメの第1話先行上映会みたいな時に、温泉会とか水着会とかやってほしいなみたいなことを面白半分で言ったら、監督とか原作者の方が、あ、それいいっすねみたいなまさかの本当にありがたいことに乗り気でいてくださって、で僕はねその当時はもちろん
まあそれ乗っかってくれただけでも嬉しいななんて思ってたら、本当に本編終了後に OVA としてオリジナルエピソードをわざわざ作ってくださって、まあなので実際にその温泉会と呼んでいいあのようなコメディタッチの内容ではないんですけど、でもそういうちょっとほのぼのとしたシーンもありつつ、もうすごいね夕刻の森屋ていらした満載の内容で、まあ、ぜひぜひあの買って、ご購入して、4月発売なので見ていただければなと思うんですけど、まあ、OVA その上映会は本当にね僕もすごく楽しかったですし、久しぶりに、まあ、そのアフレコもね、そのさっきの SK8 もそうですけど、やっぱりこの作品もコロナ禍に入ってからの作品なので、本当にこの5人で一度にアフレコできたのって多分1回とか2回とかそのぐらいのレベルなんですよ、主要5人なんですけど。まあでもそんな中でそのイベントとかもなかなかできなくて、まあ配信もそうだし、そのジャンフェスとかそういったところももう必要最低限の人数でっていう感じだったので、僕も一度もその DVD ブルーレイの特典以外では実際のイベントでとかは出れなかったので、なんかすごくなんか嬉しかったですね、本当にこのメンバーが揃ってイベントできて、で実際生アフレコとかも披露できたりして、なんかあの時の高揚感が蘇ってきて本当に素晴らしいイベントでした。まあなかなかねこのご時世から来れなかったよとかね、チケット当たらなかったっていう方ももちろんいるので、まあ、またね本当にぜひやりたいなっていう気持ちが強いです。ありがとうございます。というわけで、あのまあ夕刻のモリアーティのスペシャルイベントに関してもそうですし、そのさっきの SK8 のエキシビションの方のメールもそうなんですけども、本当にねたくさんのあのメールをいただいたので全部あの目は通させていただいております。本当にねたくさんのメールありがとうございます。そんな感じで、その僕の作品の関連のは締めつつですね、そういうのとは関係なくいろんな本当にあの愛の詰まった普通歌届いておりますので、ちょっと読んでいきたいと思います。りょくさんからいただきました、ありがとうございます。千秋くんこんばんは。こんばんは。先日ポケモンの新作のスカーレットとバイオレット発表されましたね。アルセウスが出たばかりなのにと驚きましたが、第8世代であるソードシールドの発売から2年以上経つことにも衝撃を受けました。そうなんですよね、まあ、だから本当それに関しては僕も本当に同意見、もうあれから2年経ってんのっていうぐらいの衝撃ね。ソードシールドもあんな前衛的なねそのキャラクターデザインとか、まあまあその 3D モデルもそうですけど、ポケモンもそうですし、まあ、スイッチにねそもそもなったっていうのも大きいですけど、まあ、それからもう2年以上経ってるのかと。新作発表とともに新御三家ポケモンが解禁されましたが、ご覧になりましたか？もちろん、気まぐれで甘えん坊な草タイプのニャオハ、のんびり屋でマイペースな炎タイプのホゲータ、真面目で綺麗好きなクワッス、未知の最終進化に思いを馳せつつどのポケモンにしようか今からワクワクしています。千秋くんは第一印象で気になった子はいますか？いやだからこれはニャオハよ、草タイプまだねその本当にこのリョクさんが言うように最終進化まで見てのその成長を見切ってからのちょっと選びたいなって気持ちもあるんですけど、まあやっぱりねそのアルセウスの方でもモクロを選んでますし、その初代赤緑青でもやっぱ不思議種を選んでますし、まあ、そんな僕からするとやっぱり今のところはっていう思いが強いんです。まあどの子もね可愛いんですけど、まあただねその僕でも金銀では日の嵐選んだりとかアチャも選んだりとか、まあ、結構ね草タイプすごい好きなんですけど、それだけっていうわけではないので、ちょっと他のね2匹2人もちょっとねまだ捨てきれない可能性捨てきれないなと思うので、ぜひぜひこの先の新情報をねあの楽しみにしております。またねちょっとスカーレットとバイオレット発売されたらポケモンの話やっちゃうかもよろしくお願いします。続きましてラジオネームエリーさんからいただきました、ありがとうございます。千秋くんスタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。
先日嬉しいニュースがありましたね。声優アワードで千秋くんの先輩市川葵さんが新人男優賞を受賞され、2年連続大沢事務所さんからの受賞おめでとうございます。ありがとうございます。そしておめでとうございます。千秋くん受賞されてからこの1年たくさん千秋くんの声を、聞くことができ、幸せな日々でした。これからも千秋くんのお声を聞く機会が増えることを楽しみにしています。ありがとうございます。いや、そうなんですよね。僕もまあちょうどその夕刻のモリアーティのイベントと被ってたので、生というかオンタイムでは見れなかったですけど、まあ後々こういうなんか嬉しいニュースがまああったよっていうことは、まあ僕の耳にも届いていたので、まあ本当ね、改めておめでとうございますね。まあでも本当に小野賢章さんがね、主演男優賞取られたりとか、本当に僕、まあ、ゆかりがあるって言ったら失礼ですけど、共演してお世話になってる先輩方がね、こういう栄誉ある賞をね取っているのは本当にすごいなと思いつつ、やっぱり僕もいつかなって思ったりもするので、すごくやっぱこういうのは励みになりますよね。はい、ありがとうございます。ちなみに声優アワードの時期が来ると春が来たなと感じるのですが、千秋くんはこの時期楽しみにしていることはありますか？私はミスタードーナツとスターバックスから出る桜スイーツが毎年楽しみで、今年も全制覇したところです。春の楽しみよろしければお聞かせください。あ、さっき触れた春のやつ触れてるし、全制覇なんですね。桜味ってなんですかね、そもそも。ちょっと酸味があるみたいな、でまあ見た目はねピンクでっていうね感じなんですよね。まあ僕も気になりはするんですけど、春の楽しみはどっかで言ったかもしれないですけど、あの柳なぎさんの曲の中に、まあ、春もどきとか雪ときとか、まあ、そういう春に関する曲が、まあ、多いんですよ。まあそれなので、僕はなぜかでもそれを絶対に春しか聴かないっていう自分縛りをしてるので、あ、ようやく聴けるわっていうこのタイミングですね。だからそれがちょっと楽しみだったりします。逆に一年中聴けないからこそ、あ、弾けるタイミングになってきたなっていうので、ちょっとそれが楽しみになったりしてますね。あとはまあシンプルなところで言えば、その新しいその声優の後輩の方だったり、まあ新しい番組をね 見たりとか、まあそういうのはねやっぱり楽しみですね。ありがとうございます。じゃあこれが最後かな。ラジオネームモカさんからいただきました。ありがとうございます。千秋さん、こんばんは。こんばんは。先日某都道府県ごとの個性を紹介するショー番組を見ていたら、横浜市民は横浜市価を暗唱できるというものをやっていました。それを見ていて、自分も小中学生の時に住んでいる地域の区価を歌っていたなと思い出して、懐かしい気持ちになりました。千秋さんも市価歌えますか？これね、だからさっき目を通してて、横浜市歌ってどれが横浜市歌だっけっていうの、それこそまあ区歌みたいのもあったんですよ、僕の横浜市の地元で、とかもあったし、まあその学校のねなんか校歌とかもなんか混ざったりしてて、どれがどれだっけ、メロディーどれだっけって思い出せなくて、ちょこっと聞いたらもうすぐ思い出しましたね。まあさすがに暗唱はできないけど、ほんと歌詞さえあれば全然もうメロディーも覚えてるし、ある程度すれば覚えられるだろうなっていうぐらい、心と体に刻み込まれていましたね。やっぱ音楽の授業かなというか、やっぱ卒業式とかでももしかしたら歌ってたかもしれないなってぐらいのなんか刻まれ方ですね。ゾルディック家のキルアが電気効かないのと一緒ですよね。もう身と心にそう英才教育されてるから、仮に今食らってなくてももうちょっと食らったら思い出すんですよね。ああ、そういえば俺食らってたから効かねえわみたいな、電気効かねえわみたいなのと一緒で、まあすぐ思い出しました、フラッシュバックのように。まあ、なのでまあ横浜市歌は歌えますけど、でもそれが珍しいことっていうのを僕は初めて知りましたね。他の都道府県では歌われてないんだって逆に驚きました。まあでも区歌ね、このモカさんの東京とかだとねあったりするんですかね。ちょっと僕も今住んでる区とか市のちょっと曲をね歌えるようにしたいですね。ちょっと興味あるんで後で YouTube で聞いてみます。ありがとうございます。まあ、というわけで、まあ、ちょっとね枚数は紹介できなかったけど、結構ね濃い内容になったかなと思いますので、またねちょっと折を見て普通オタ会やっていこうかなと思いますので、どしどし皆さん、普通オタも送っていただければ幸いです。皆さんたくさんのメールありがとうございました。
お送りしてきました小林千秋のブルーモノローグ、そろそろエンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先はblue@joqr.net です。僕へのメッセージや質問、番組の感想のほか、各コーナーへの投稿、そしてマンスリーテーマではオープンワールドを募集中です。番組のホームページでも紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。この番組のリピート放送は毎週金曜日の朝9時からです。さらに YouTube の文化放送 A&G チャンネルではアーカイブを配信しております。放送後の翌週月曜日の19時に配信されますので、リピートとアーカイブで何度でも楽しんじゃってください。そしてですね、そんな放送時間についてちょっと番組からお知らせがございます。これまで木曜日、21時からお送りしてきたこの番組なんですが、4月1日の放送からですね、毎週金曜日の25時30分からとなります。はい、そのスケジュール機能とかね、毎週ブルログは木曜21時っていうのをちょっと変更していただいて、聞いていただければな。まあね、翌日土曜日なので休みの方も多いかもしれないですけど、逆にね土曜日仕事だよって方もいると思うので、ちょっとそこはね、アーカイブももちろんございますし、リピート放送もまあちょっと時間変更となりますけどありますので、まあそちらでぜひ聞いていただければなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ちなみに、3月24日までが、今の木曜日21時からの放送となりますので、よろしくお願いします。そして番組の公式ツイッターでも、それに関してはお知らせするので、ぜひフォローと、合わせてチェックお願いします。では最後に僕からのお知らせです。転生賢者の異世界ライフ第二の職業を得て世界最強になりましたでは、主人公のユージ役で出演させていただきます。群青のファンファーレでは牧高太役で出演させていただきます。友達ゲームでは片桐雄一役で出演させていただきます。シュートゴールトゥーザフューチャーでは、辻秀人役で出演させていただきます。そしてですね、アニメジャパン2022っていうのが、まあ、3月開催されるんですけれども、それの3月27日7日、日曜日の方にですね、この先ほど言った転生賢者と、あとはまあ2022年配信の、配信予定のスプリガンっていう作品の2作品で、まあステージとか、まあ、企業ブースでも出演させていただきますので、ぜひぜひお越しいただける方は、まあ、遊びに来ていただきつつ、まあ、ご無理のない範囲でね、よろしくお願いします。というわけで今回もお送りしてきましたが、まあ、本当にね、その冒頭春先買い物行ったよっていうのも話したんですけど、まあ春にねなると、このでも微妙なんですよね、この服が。その春服買ったんですけど、朝方とか、あともう帰り道夜とかになると、うわ寒とかね、風邪ひきたくないからちょっとどうしようかなって思って、僕は今マフラーとカイロでちょっと対策を練ってるんですけど、ただね、このマフラーがね、結構喉をこう温めると声が出やすいっていうのを言っていただいたので、先輩に、まあ、なので僕は今ちょっとマフラーをしていつも出歩いてるんですけど、いやこれどうなるんですかね、このままねちょっと時期がずれ込んだらね、5月でもマフラーしてるかもしれないです。よろしくお願いします。というわけで、最後は今夜の挨拶でお別れです。ラジオネームのんちゃんさんからいただきました。それではまた来週お会いしましょう。小林千秋でした。最初はグー、じゃんけん、チョキ。また来週。